前科3 893番番張木太郎です本日のお話は弁護士とか元銀行の理事っていう人たちがとんでもない巨額な犯罪を犯しているっていう お話をしたいいと思います投資詐欺22億円弁護士逮捕だってなんかもう世の末というか何を信じたらいいのかわからない,い弁護士が犯罪するんだって、まあ、確かにありますけど私も親しい弁護士さんって2人ぐらいいますけどそんなことするような人たちじゃな,ないもんな弁護士活動とは違うところで知ったりしてるんだけど到底そんな感じではないんだよな。名古屋地検特捜部は19日詐欺のお互いで 東京弁護士会所属の34歳の弁護士、若いですね、が男3人を逮捕した、他に逮捕されたのは東京都目黒区のえ無職の76歳、葛飾区の無職の男54歳、特捜部は3人の妊婦を明らかにしない、まあ、おそらくこの34歳の弁護士がうまく利用されたかな、この76歳、54歳の事件死っていうか、仕事死に。 うううままくやられたんじゃなないいいかなっていうふうに思いますその弁護士免許があることをうまく断りきれずにっていう感じじゃないのかな実際はわかりませんけどこれだけ見るとねこの34歳が自分のおじいさんや父親ぐらいになるような人たちを手玉に使っててこにしたとは考えにくくそうね共謀して2023年12月から今年5月まで日銀などが関わる国債の特別な投資話に担保金を出せば半年後に多額の運用益の支払いが受けられ と虚偽の案件を持ちかける60から70代の,の3人からそれぞれ5から12億、まあ、そううでしょうねこの76歳、54歳が主導して結局、信用させるのにこの弁護士名義の口座に弁護士である東京弁護士会所属の弁護士ということで信用させて振り込ませるってことで、まあ、いわゆる 名前を使われたっていうことなんだけどなんだけどそれだけじゃなくてこの34歳の弁護士は19年4月まで愛知県弁護士会に所属その後東京弁護士会に登録を移した同弁護士会は 昨年12月にロマンス詐欺などの被害者の救済対応を怠ったなどとして懲戒手続きに対付した、公表している、そうですね、この人はありましたね、要はロマンス詐欺にあった人たちに返還、お金を取り返しますよって言って、さらに手数料取ってって、もやっぱりこいつ悪いんだ。おそららくここうういいうとをしていたから 目をつけられてこういうことしないかって、うん、まあ玉が悪いね弁護士でもこういうことするとそれも巨額もう一つねこれに類似するっていうわけじゃないけども無登録で融資仲介疑い独立行政法人の福祉医療機構っていうのがあるんだってそれが新型コロナウイルスの対策の融資を無登録で仲介したということで警視庁捜査2課は18日貸金業法違反無登録営業はいわゆる やる闇金だよねでなんとだよ水穂銀行の元理事の67歳ら男3人を逮捕した水穂の元理事ってすごいよねこれ捜査2課によると融資先から約1億1000万の報酬を受け取った報酬が1億1000万なんだ2017年10月から約2年間この 福祉医療機構の理事を務めていたんだって水こほ銀行で元理事でしかもここの理事で3人は20年以降40程度の医療法人などにこの福祉医療機構元理事の口利きで便宜を図るよと審査の優先順位が上がるよと持ちかけて64億円の融資を受けさせ5億円近い報酬を得てすごいなこれでここの機構の元部下に審査状況を 問いいい合わせることもあった審査順位の引き上げは確認されていないまあ本当に上がったかどうかは裏口入学みたいなね実際やってないのにあのしてあげるよって通っちゃえばあなたのおかげですみたいなことのねじゃあこれ病院が騙されてるってことか病院も悪徳だけどその病院を騙すやつらもいるってなんか病院もね私最近調べていくとねまともじゃない病院も結構多いんですよなんかいろんなねあの悪いことやってるやつらも多いんだけどその病院も手玉に取られてるってことだねこれ1割近 い金をだってさおかしくない普通のまともの融資でまあ64億で5億円って全体でどんだけかっていう風じゃないんだけどまあ1割近い程度のことを手数料に出してやっていけれるんだっていうこと自体がおかしいよね5億円近いところを払ってでもやれちゃうんだ なななんんだかかよよくくいよねこうなってくるとご法人への他でもね逮捕されているのはご法人への計10億円の融資を仲介し無登録で貸金業を営んだだから貸金業っていう要は単純に融資したんじゃなくて仲介しましたよっていうことで手数料を取るってまあ悪どいですわねこんな銀行員とかなんかその福祉医療機構 なんていうねおとろしいなんかそんなところがこんな悪口悪口じゃない悪いことするんですねあとねそんな見てるとね UR ってありますよね都市再生機構 UR が管理する賃貸住宅これももう何ていうの国に近いようなものなんでしょうこれって UR ってなんかこのこいつらが課題積算要するに要は家賃が払えないよっていうことで部屋の明け渡しを強制執行する 時に家財道具を運搬処分するかかる費用を八都道府県で課題に積算していた余計にお金を取っていたすごい金額だよ2019年から23年の5年間で約8億5000万減額できたのに高く取っていた 家賃滞納者がね退去に応じない場合に UR は民事訴訟を経て明け渡しの強制執行に入るその際 UR は執行を担う地裁の依頼を受け室内の家財道具を運び出す処分するための民間業者と契約し費用を支払っている特に強制執行の件数が多い初都道府県を管轄する UR の住宅本部や支社が業者と結んだ21契約の価格を検査員が調べたとこう適正な価格は計14億8700万なのに対し 実際には23億3 7 0円なん,なんか運搬費用を高い計算式で出していたこれわざとだよね,ね。でこの業者からキックバックみたいなことしてたらすっごいよね悪いよね絶対そういう風だねこれねだからまとともな人たちがこういう悪くこううい悪くするんだね,ね一方ね私ねこれどうなんだって思いました調べていくところで詐欺疑いである暴力団 幹部逮捕ってなってるんですよ。うわとんでもないことをやったんだろう。反社、反社会。で、暴力団、どんな悪いことなんだって、同じような新聞のとこに出てるんですよ。どんな恐ろしい、もうどれだけ世間に迷惑かけるようなことも、も暴力団は許すまし。他人の名義の自動車料金システム、ETC カードを使用したとして、58歳の暴力団幹部。 のかが男らを3人逮捕したって出てるんですよ逮捕18日怖いですねもう何億円というようなごまかしをしたんでしょうねきっとこれは暴力団組織の集会のために他人名義の ETC カードええー、怖い恐ろしい高速道路通行 ETC 割引くんケーン 600円の支払いを免れたとされる怖いですね600円の支払いを免れたことに対して3人の人が逮捕される h t c の割引を免除されてなんかえーっとこれは誰がどう被害にあって例えば高速道路の運行が妨げられたとかこの人たちが割引をすることによって恐怖におののいて車が逆走したとかそういうことがあったんでしょうかね,ねはあなんか。 すごいなこれ、ね、逮捕して交留してこれ不起訴になるんですよそっちがかかる経費の方が莫大なんじゃないでしょうか留置し送検し検察庁に送りそれやってもうこれ結論見えてますよね不起訴ですよねなんかどこ向いてるのか分からないですね弁護士は22億円元銀行員は一億5億円ぐらいこれなんかこういうふうに不正にして口利きといて詐欺無登録で、まあ、詐欺になって ないんだよね。貸金業法違反とか無能力で貸金業法違反。U.R. はね、課財処分八億五千万を課財積算一方。 暴力団とされるね、反社会的勢力、六百円の E. T. C. 割引くんの支払いを免れた。なんだろう、じゃあね、まあ、これ全部同じ新聞に載っているという事件でございます。以上です。はい、懲役太郎です。この度、極道楽園、極パラ第四巻。デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら。海賊王になったりするということでね、終わりを迎えるという、違う違う違う。違う まあここから、この売り上げが良ければまた復活するかもしれないということではい皆様に、ね、愛されております、正直太郎、私の、ね、幼少の幼少のっていう、なまあ、あの私が会ったことも散りばめながら漫画になっております、はいでえー、そうなんであと、ね、こ、まあですね、こから続く物語をね続けられるかどうかは皆様のねこの頑張り次第い、ね、私も頑張っております。 もうこの懲駅太郎ももう少しで50万人。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。もうこれも皆様、ほんと皆様あっての懲駅太郎なのでよろしくお願いいたします。以上です。